皆さんこんにちは、チョロです。今日は鏡開きって知ってますか？名前の由来やなんでやるのかご説明したいと思います。お正月が過ぎましたが、皆さん鏡開き聞いたことございますか？この鏡は鏡餅を表しているんですけれど、そもそもなぜお餅のことを鏡というのでしょうか？実はこの鏡開き、昔からやられている習慣で、源氏物語なんかにも出てきます。ではまずその由来から見てみましょう。鏡餅というのは二段に重ねたお餅のことですね。一番上に乗ってるのはみかんじゃなくて橙ですよ。この鏡餅は八田の鏡というものを模して作られたものです。八田の鏡というのは三種の神器の一つなんですけれど、今でもこの三種の神器は代々天皇に受け継がれています。以前の動画で日本にはたくさんの神様がいますよというふうにお伝えしたんですけれども、中でも代表的な神様たちがいらっしゃるんですね。詳しくはいつかの動画でお話しするんですが、この神様たちに捧げられたものが三種の神器というものになります。まあ、いわゆる縁起がいいものですね。昔は鏡が丸くて平たいものだったので、その形に寄せてお餅を作りました。それが鏡餅ですね。お正月になるといろんな神様が門松を目安にして各家庭にいらっしゃいます。そして鏡餅に宿るんですね。ということで、お正月が明けた時期にその鏡餅をいただくのが鏡開きになります。あれ？鏡なんだから悪いじゃないの？と思われた方いませんか？鏡なので、まあ、細かくして食べようと思ったら悪が正解なんですけれど、悪というのがあまりイメージのいい言葉ではないですよね。そこから末広がりに広がっていきますようにということで、鏡開きの開くという言葉が当てられました。お正月が明けたら、神様が宿っていたありがたい鏡餅をお雑煮とかおしるこにしていただく。そして今年一年の健康だったり、これから先の長寿だったりを祈ろうというのが鏡開きなんですね。お正月のお供え物とか飾りには様々な意味があるんですけれど、全部弦を担いでいます。例えば、最初にお伝えした鏡餅の上に飾る橙ですけれど、これは、まあ、漢字でこのように橙と書くことによって、お家の子孫繁栄だったり、ずっとこの家系が続きますようにという弦を担いでいます。鏡開きの開くも弦担ぎの言葉なので、これから学生の皆さんは入試本番に向けて頑張ると思いますが、お勉強ももちろんですけれど、いろんなことで弦を担ぎながら自分を鼓舞して頑張っていってください。今回は、お正月の行事、鏡開きについてご説明いたしました。この動画が少しでも、なるほど、そんなことがあったのね、と思う方はぜひ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またねー。